ピッチは絶好のコンディションです。フットボールファンの皆さん、ご機嫌いかがですか？ジョン・カビラです。解説には中西哲夫さんをお迎えしています。中西さん、よろしくお願いします。こんばんは。よろしくお願いします。インターナショナルカップグループ2予選リーグ第2節をお送りいたします。これが本日の対戦カードです。それではスターティングメンバーをご紹介しましょう。モリエントス、ラウール、メンディエタ、ルイス・エンリケ、エルゲラ、ワルディオラ、プジョル、セルジ、イエロ、アベラルド、カシジャス、チラペルト、ガナラ、アザラ、カミサ、アルナ、アレテス、キンタラ、ロベウト・アクーナ、アルバネンガ、カルドロ、サンタクレス。開始です。左へサイドチェンジ。アベラル。ラウール。ドリブルで上がる。ボールを運んでいきます。これはピンチ。中に絞ってきた。ハイボールを競り合う。ドリブル。ある。スローインです。スペースを埋めないと。センタリング。エルゲラ、アレテス、サンタクレス。決めることができない。さあ、どちらがボールを支配するのか。これは危ない。ルイス・エンリケ。メンディエタ。左へサイドチェンジ。ルイス・エンリケ。ファーサイド。エルゲラ。これはゴールキック。まるでボールを持った仮面舞踏会。おっと、足がかかった。壁の選手を揉めているんでしょうか。まるでボールを持った仮面舞踏会。主審ファールを取りました。セルギ、これはイエローカードを取られました。冷静にプレーしてほしいですね。
壁の選手が揉めているんでしょうか。前半30分過ぎました。ダウール主審ファールを取りました。アベラルドヘッドでつないでシュート、キーパー真正面。メンディエタ、シュート、コーナーキックを得ました。さあチャンス到来。シュート、これはコーナーキック。さあチャンス到来。イエロー、メンディエタ、ダウーヘディング、スーパーセーブ。ヘッドでふわっと上げる。さあここからどう攻める。ハイボールを競り合う。ロベルト・アクーロ、ここで前半終了。前半戦までの途中経過をお伝えします。得点は0対0。さて中西さん、ここまでの試合を振り返っていかがでしたか。そうですね、サイド攻撃をもっと意識してほしいですね。はい、どうもありがとうございます。それでは後半戦に期待しましょう。後半戦キックオフ、左へサイドチェンジ、ヘッドでつなぐ、ヘッド、これはちょっと危険なプレーでした。ゴールキーパーが味方を鼓舞するように大きな声を上げています。なかなかゴールを割れません。サンタクレス、危険なタックル、これはイエローカード。少しレイトタックルでしたね。チラペル、このフリーキックはどうご覧になりますか。狙ってくるかもしれませんね。これはゴールキック、なかなかゴールを割れません。後半10分経過、ルイス・エンリケ、必要にチェックを仕掛けます。動き出しが素早いです。ヘッド、
とファールを取られました。壁の選手を揉めているんでしょうか。スローインです。オフサイドの網にはかからない。ドリブルで上がる、折り返す、おっと足がかかった。ゴールキーパーが味方を鼓舞するように大きな声を上げています。空中戦、アルドロ、アルバネン、ダウ、プレーを切ります。中へ放り込む。エルゲラ、モリエントス、サンタクレス、シュート、ロベ、ゴール、エクセレントゴール。スロー VTR でご覧ください。蹴り込んだ、動き出しが素早いです。まさに神業と言っても過言ではないこのプレー。交代選手がピッチサイドでウォーミングアップを始めました。ここでカット、アルドロ、シュート、取り損ねた。おっと足がかかった。キンタラ、これはイエローカードを取られました。センターバックがチームメイトに喝を入れます。メンディエ、アザル、サンタクレス、キンタラ、ガナラ、ムニティス、アレテス、一進一退、イエロー、キラーパスになるのか、シュート、これはゴールキック。おっと、ここで試合終了の笛が鳴りました。負けました。1点が入りませんでした。さて中西さん、試合を振り返っていかがでしたか。はい、非常に見応えのある試合でした。はい、どうもありがとうございました。そろそろお別れの時間がやってまいりました。
実況は私ジョン・カビラがお届けいたしました。解説は中西哲夫さんを迎えてお送りしました。中西さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。それではサッカーを愛する皆さん、またお会いいたしましょう。さようなら。